NBA 選手にはそれぞれ得意な技というものがあります。トップで戦うには何か優れている部分があるはずです。今回はそんな中でも特徴的なシグネチャームーブを持っている選手を厳選して10人紹介していきます。はじめに紹介するのは何といってもこの選手、マイケル・ジョーダンです。ジョーダンブランドのロゴにもなっているエアウォークです。1988年に行われたダンクコンテストでジョーダンはフリースローラインから踏み切りダンクを成功させます。この時の様子がまるで空中を歩いているように見えたことからファンの間でエアウォークと呼ばれるようになりました。このシーンはいつ見ても人間離れしたプレーですね。それでは実際にジョーダンが試合で使っているシーンを見ていきましょう。ある日の試合でジョーダンが相手選手のパスをカットし速攻に走るととんでもない跳躍力で異次元のダンクを見せました。このプレーには会場から拍手と歓声が鳴り響きます。またジョーダン以外にもザック・ラビーンもエアウォークを使うことで知られています。2016年に開催されたダンクコンテストでフリースローラインから踏み切り豪快なダンクを成功させます。これには私服で観戦していた NBA のスター選手たちも大興奮していました。それにしてもやはりとんでもないジャンプ力ですね。皆さんはジャンプ力が優れている NBA 選手といえば誰ですか？コメント欄で教えてください。またジョーダンのシグネチャームーブといえばエアウォーク以外にもその跳躍力と滞空時間の長さから繰り出されるトリプルクラッチがあります。ダブルクラッチじゃなくてトリプルクラッチと思われた方もいると思うので早速試合映像も見てみましょう。1991年に行われたネッツとの一戦、左サイドから鋭いドリブルでゴール下に突っ込んでいったジョーダンは3人の選手に囲まれてしまいますが、なんと空中で全員をかわしトリプルクラッチを決めてしまいます。このプレーがあまりにすごすぎたのか実況も思わず笑ってしまっています。ジョーダンパスペトロビッチ、わーバスケの神様と言われてしまうのが分かりますね。これほど多くの人に衝撃を与えることができる選手は本当に少ないのではないかと思っています。今後ジョーダンを超える選手は現れるんでしょうか？次に紹介するのは低迷していたブルーズを新人ながら一気に強豪チームへと成長させたデリック・ローズです。ローズのシグネチャームーブといえば異次元の身体能力と滞空時間の長さから生み出されるスネークダブルクラッチ。ローズのダブルクラッチが他の選手よりも優れている部分はダブルクラッチの着地手前でもボールコントロールが非常に安定している部分です。これだけジャンプ力と強靭なボディバランスを持っているからこそ出せる技ですよね。それでは実際にプレー映像も見ていきましょう。ラプターズとの一戦においてトップでボールをもらったローズはドリブルでディフェンスをぶち抜くとゴール下でローズよりはるかに大きい選手がブロックに飛んできますが、それを空中で見事にかわしスネークダブルクラッチを決めてしまうんです。またヒートとの試合ではチームメイトがパスをカットしその後ローズにパス、ローズはドリブルで速攻を仕掛けますが後ろからウェイドとレブロンに追いつかれてしまうんです。しかしローズはお構いなしにジャンプしてこれまた空中で綺麗にかわしシュートを決めてしまいます。このプレーに実況も大興奮している様子がわかります。正直レブロンとウェイドに挟まれながらシュートを決めるなんてもうとんでもないですね。ベンチに戻ったレブロンが明らかに不機嫌そうなので、してやられたなとでも思っているのでしょうか。また別の日の試合でも左サイドでボールをもらったローズがドライブでゴール下まで侵入するとローズはそのままダブルクラッチ、相手選手をかわしてバックシュートを決めます。見てもらうと分かると思いますが滞空時間が半端じゃないです。またこのプレーに実況もローズと大声で叫んでいます。ローズペネトレーションリラードそんなローズは高すぎる滞空時間からパスでもダブルクラッチをかましています。ん？パスでダブルクラッチ？どういうこと？と思った人が多いのではないでしょうか。まあこれもプレーを見たらわかると思います。見ていきましょう。ピストンズとの一戦で右サイドにいたローズはジャンプパスをしようとしますがその後予想だにしないフェイクをかまします。さらにそこからゴール下にいたチームメイトに本命のパスをするという人間離れしたプレーをしてしまうんです。これを見た時はもう本当に信じられなかったですね。皆さんはこういう人間離れしたプレーは好きですか？コメント欄で教えてください。3人目に紹介するのはシグネチャームーブといえばこの男、そうです、ジェームズ・ハーデンです。このチャンネルではおなじみの選手かもしれませんが彼のシグネチャームーブであるステップバックは多くの選手から脅威とされてきました。現在レイカーズで大活躍している八村も僕が今まで対戦してきて最もディフェンスができなかったのはハーデンだよと語るほどです。それではハーデンのシグネチャームーブであるステップバックがどれほど脅威的なのか見ていきましょう。ペイサーズとの一戦でトップでボールを持っていたハーデンはドリブルでディフェンスを揺さぶった後
ステップバックからの3ポイントをしっかりと決めています。ハーデンはシュートスキルだけでなくドリブルスキルも極めて高いため、ドライブも警戒しないといけないんですよね。そしてその警戒が効いたがゆえにこれだけステップバックが綺麗に成功するんです。いやー、それにしてもやっぱりハーデンのステップバックはもう芸術的ですね。また別の日の試合でもトップでドリブルを仕掛けたハーデンは細かくドリブルをしてディフェンスを揺さぶり、またもやステップバックで3ポイントを成功させました。他にもクリッパーズとの試合ではハーデンが左サイドから1対1を仕掛け、ディフェンスをアンクルブレイクするとステップバックで3ポイントラインまで下がります。その後肩を揺らして相手を挑発しながら3ポイントをしっかりと沈めるんです。これにはベンチにいたチームメイトも大興奮して飛び跳ねて喜んでいる選手もいました。別の試合ではハーデンが右サイドからドリブルを仕掛け、相手選手を中に押し込みステップバックを行いますが、明らかに2回のステップバックを行い、ん？これはトラベリングのはずだぞと誰もが思ってしまいました。しかしこれはトラベリングにはならなかったんです。なぜかディフェンスをしていた選手のファールが吹かれてしまうんですね。もう正直意味がわからないです。それだけハーデンのステップバックのキレがとんでもないということなんでしょう。他にもカリーなどがステップバックをよく使いますが、同じようにハーデンの技をカリーが使うと普通にトラベリングを吹かれてしまいました。さすがにこれはちょっと理不尽ですね。続いて紹介するのはコービー・ブライアントです。コービーのシグネチャームーブといえば何を想像しますか？お分かりの方も多いとは思いますが、答えはフェイダウェイです。彼は非常に美しいシュートフォームから繰り出されるフェイダウェイで多くの得点を稼いできました。バスケをされたことがある方なら、誰しもが一度は真似をしたことがあるのではないでしょうか。キャブスとの試合で、コービーが左サイドでボールをもらうと、ドリブルをしながらディフェンスを押し込んで、ロールをした後に伝家の宝刀であるフェイダウェイを見事成功させます。これはもう芸術的ですね。別の日の試合でもコービーが45度の位置からディフェンスに背を向けた状態でドリブルをし、急にロールをしたかと思えばそこからフェイダウェイを沈めます。正直フェイダウェイでこれだけディフェンスから離れた状態でシュートを打たれたらブロックもできないですよね。ディフェンスからしたらもうひとたまりもないです。サンズとの一戦では試合終盤残り数秒同点の場面でボールを持ったコービーはまたもや左サイドからドリブルでコート上を駆け巡り、ダブルチームをかけられ2人のディフェンスからブロックをされますが、しっかりフェイダウェイでディフェンスをかわしシュートを決めチームを勝利へ導きました。このプレーでチームメイトも大興奮してコービーに抱きつくシーンもあったんです。確かにそれだけ衝撃的なプレーだったと思います。またコービー以外にもフェイダウェイをシグネチャームーブにしているのがジェイソン・テイタムです。まあテイタムはネクストコービーと言われているから、おそらく多くのプレーをコービーから参考にしているんでしょうね。シクサーズとの一戦では右のウィングの位置からドリブルでディフェンスを揺さぶった後に一度フェイクを入れてディフェンスを突き放します。さらにそこからシグネチャームーブであるフェイダウェイでシュートを決めます。コービーのフェイダウェイも美しいですが、テイタムのフェイダウェイもとても洗練されていますね。そして5人目に紹介するのは NBA 屈指のドリブラーであるジャマール・クロフォードです。クロフォードは変態ドリブルでも紹介したので、よかったらこの動画も見てください。クロフォードといえば奇想天外なドリブルで多くの観客を虜にし、彼のプレーがあまりにも凄すぎたためこのプレーはシェイク&ベイクと名付けられました。それではクロフォードの異次元なドリブルとシグネチャームーブを見ていきましょう。ブルーズとの一戦においてディフェンスリバウンドを取ったチームメイトがクロフォードにパスを投げると、トップスピードのままドリブルを続け、ディフェンスの前でバックチェンジをしたかと思うとすぐさまボールをキャッチ、そのままディフェンスをかわして見事シュートを決めます。これだけスピードに乗っている状態でボールをコントロールし続けることができるなんて、クロフォードのハンドリング力はとんでもないです。またこのプレーには実況も思わずめちゃめちゃ興奮しているんです。確かにそれだけ興奮させられるプレーですよね。また別の日の試合でも速攻に向かったクロフォードに味方選手がパスをすると、クロフォードはゴール前でディフェンスと1対1の状態になり、得意のシェイク&ベイクで相手選手を見事翻弄、そしてシュートも成功させます。一体どうやったらこんな技が思いつくんでしょうか。僕だったら日頃生活していてこんな技が思いつくことはありえないです。ナゲッツとの一戦でもトップスピードでゴールに向かうクロフォードがまたもやシェイク&ベイクを炸裂。でもよく見てください、今回はボールを体の後ろに通しているんですよね。今までのシェイク&ベイクはボールを前に通していたと思うんですが、今回の技もハイレベルすぎます。皆さんもこんなスーパー必殺技を覚えたら女の子にモテモテ間違いないので、ぜひ真似してみてください。
次に紹介するのはカーメロ・アンソニーです。カーメロのシグネチャームーブといえばやはりジャブステップですよね。カーメロのジャブステップはとてもキレがあって多くの人を魅了してきました。そんなカーメロのプレー映像を見ていきましょう。ペリカンスとの一戦ではカーメロが右コーナーでボールを持っており、ザイオンがディフェンスについていました。カーメロはシグネチャームーブであるジャブステップやフェイクでザイオンを翻弄し、ドリブルをせずにシュートを決めるなんて理想の形なので、カーメロが本当に素晴らしい選手ということがわかりますね。また別の試合ではカーメロが右サイドでボールを持ち、ディフェンスに何度もジャブステップを揺さぶりかけてドリブルを意識させた瞬間にシュートを決めてしまうんです。これだけ細かくステップを入れられるとディフェンスもタイミングをなかなかつかめず、カーメロのペースに乗せられているのがわかりますよね。そんなカーメロのジャブステップは1回のジャブステップをたったの 0.7 秒というありえない速度で行っているらしいんです。またカーメロは息子とのワークアウトでジャブステップをマンツーマンで教え込んでおり、カーメロのシグネチャームーブは順調に息子へも受け継がれている模様です。そして7人目は NBA 界にファッションの新しい文化を築き上げた選手、アレン・アイバーソンです。アイバーソンのシグネチャームーブといえば何と言ってもクロスオーバーですよね。アイバーソンのクロスオーバーはとにかくキレが半端なく、多くの選手が彼の餌食になりました。そんな中でも最も有名なシーンはブルズとの一戦で見せたアイバーソンのクロスオーバーです。ルーキー時代のアイバーソンはトップの位置でジョーダンに1対1を仕掛けると、シグネチャームーブであるクロスオーバーでジョーダンを置き去りにし、見事シュートを決めてしまいます。このプレーは何度も紹介していますが、何度紹介しても鳥肌が立つぐらい素晴らしいプレーですね。他の試合でもトップの位置からチームメイトにパスをもらったアイバーソンはレックスルーをした後に緩急のあるクロスオーバーでディフェンスを抜き去り、レイアップを決めています。これだけ振り幅の広いクロスオーバーをされるとディフェンスもついていくのが精一杯という感じですね。またある日の試合では右サイドでボールを持っていたアイバーソンがいきなりトップスピードでドリブルを始めると、レックスルーでディフェンスの姿勢を軽く崩します。その後立ち上がろうとしたディフェンスの裏をかくようにシグネチャームーブであるクロスオーバーを披露し、完全にディフェンスをアンクルブレイクしてしまうんです。止められるわけではないですが、一度でいいのでこれだけキレのあるクロスオーバーを目の前で味わってみたいです。そして続いて紹介するのはマヌ・ジノビリです。ジノビリといえば誰しもがパスのことを思い浮かんでしまうかもしれませんが、今回するジノビリのシグネチャームーブはユーロステップなんです。今でこそユーロステップと言われていて、多くの NBA 選手が多用していると思いますが、当時はジノビリステップと呼ばれ NBA の歴史を変えたと言われるほどです。それでは実際にジノビリステップがどれだけすごいのか見ていきましょう。サンダーとの試合でジノビリが右サイドからドリブルでディフェンスを一人抜き去ると、そのままユーロステップとパスフェイクでレイアップを成功するんです。ヘルプなんてお構いなしのプレーを見せつけます。また別の日の試合では右サイドからドリブルでゴール下に切り込んだジノビリは2人のディフェンスに囲まれながらユーロステップで華麗にディフェンスをかわし豪快なダンクを披露。また別の試合でもポンフェイクでディフェンスをかわしドライブからのユーロステップでシュートをまたもや決めてしまうんです。ジノビリのユーロステップは脱力した感じがあるのでディフェンスも予測がつきにくく止めにくいのではないかと思います。またジノビリがユーロステップをどうやってやるのかを教えてくれる動画もあるので習得したいなと思う方は一度見てみてください。そして続いてはアキーム・オラジュワンです。1980-90年の NBA ではパワーのある選手がひたすらポストプレーをしまくるというプレーが主流でしたが、オラジュワンはポンフェイクを使い多くのディフェンスを飛ばして簡単にシュートを決めていました。そんな彼のシグネチャームーブがドリームシェイクです。それでは実際にオラジュワンのプレーを見ていきましょう。スパーズとの試合で左コーナーでパスを受けたオラジュワンはディフェンスに背中を向けた状態でシグネチャームーブであるドリームシェイクをしてシュートを沈めます。このプレーに観客も立ち上がり大興奮しているのがわかります。その後左の45度の位置でボールをもらったオラジュワンはポンプフェイクでディフェンスを警戒させた後ドライブで中に切り込もうとしますが、これもフェイクでボールをキャッチした後にドリームシェイクを披露して見事シュートを成功させてしまうんです。他の試合でも左サイドからドリブルを仕掛けディフェンスの姿勢を軽く崩すと、その後ボールをキャッチ一度シュートフェイクをかけてロールをした後にもう一度シュートフェイク、これによってディフェンスもジャンプしてしまい完全に騙されてしまっています。これだけポンプフェイクを多用して簡単にシュートを決められたら相手も相当フラストレーションがたまるでしょうね。最後に紹介するのはグリフィンです。グリフィンのシグネチャームーブといえば強靭なフィジカルと豪快なダンクから生み出されるポスタライズです。グリフィンはこれまで数多くの選手の頭上から異次元のダンクを叩き込んでいます。サンダーとの一戦において左コーナーからパスを受け取ったグリフィンはブロックをしに来たディフェンスの上から豪快なポスタライズをかまします。あまりにも勢いがありすぎたのかポスタライズをされたディフェンスの選手も少し唖然としていました。また実況も叫びながら大興奮しています。It's a physical game! A monster jam by Blake Griffin!
ダンクを決めた直後、チームメイトが後ろからグリフィンに抱きつくなど、めちゃめちゃ興奮しているシーンもカメラに収められているんですよね。どれだけヤバいダンクということなんでしょうか。また他の試合でも、同じく左コーナーでパスを受けたグリフィンは、ディフェンスがブロックに来ているのにもかかわらず、勢いよく踏み切り、豪快なポスタライズを披露します。よく見てみるとわかりますが、このダンクはリングに手が全く触れておらず、上から思いっきり叩き込んでいるんですよね。黒子のバスケでも出てきた技と似ていますね。アニメや漫画の世界と同じ動きをしてしまうなんて常人の域ではないですよね。そんなグリフィンはダンクだけじゃなくて、たまにハンドリングがいい意味で爆発してしまうという特性も持ち合わせています。こんな器用なことをされたらディフェンスからしてみると、もう勘弁してくれって感じですよね。そんなグリフィンは未来の NBA スターたちに向けてダンク教室を開催したことがあるのですが、そこで披露した一人アリウープダンクがあまりにも衝撃的すぎて、当時の学生たちは驚きを隠せていませんでした。またその会場にいたブッカーやディーローの反応が面白すぎるとネット上でも話題になっていたんです。いかがでしたでしょうか。今回はシグネチャームーブを持っている選手10人を紹介しました。皆さんが思うこのシグネチャームーブが好きという選手は誰ですか。コメント欄で教えてください。またこの動画が面白いと思った方は動画作りの励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは。